アイアムコランダオールドジェネレーションボランティアの永田だ。大島です。ボドリゲスだよ。あれビルスです。はい、ということで、今回なんですけども、最近なんかネットとかでスノーで似た顔、近しい顔に見られるなんて言うでしょう。それを使ってね、うん、まあそれぞれなんか有名人に、さっきのビルスもそうなんですけど、それこそビルスで出てこないじゃないですか。まあ、僕だったら、EXILE のボーカルの高い票に逃げるって言われたことあったりするんで、まあね、有名人に顔を寄せるために、まあ、今まで言われたことのある有名人の顔というか、それぞれ一つずつ出していきましょうか。まあ僕はさっきもね、説明の時に言ったんですけど、まあ EXILE の高い票ってことで、よろしく。よろしく。撤回しろ早く。エグザイルトライブ。この足折れるよ。いやー。問題ね。お前マジでさ。めっちゃ気味ますね。結果が全て。いやー大丈夫。くっぜーマジでやばい。早く撤回して。早く撤回して。何だっけ俺。あのニートレース。本当ね。宮沢ひよ。らしいです。はい、まあね、なんか多分画像そこら辺にポって一瞬出ると思うんで、激似です。あれなんか俺さんまさんかな。あー、でもね、あのね、前歯がね、ちょうどね、ちょびっとだけ出るんでね。へー、怖い。はっモドリンは、まあモアイちゃう。モアイ、モアイモアイも出るの。別に、ね、出んやろね。普通に日本の芸能人らへんで出る。日本だけじゃん。じゃあエジル出るって感じ。出るね。じゃあエジル。エジルじゃねえんだわ。え、どうするマジで。ジミー大西で。ジミー大西で。ということで、じゃあね、始めていきたいと思います。レッツコランダ。コランダ。しかあれは高校の頃にあの目をこの二重にして。なんかいい、この頬骨が見えない角度ぐらい撮った時に顔がでかい。そう、言われたんで、まあね、それを再現したら顔がでかいんじゃなくて、みんなの顔が小さいです。気持ち悪い。どこら辺がかっこいいですか、これ。かっこいい角度を撮って。すごい、でもね、結構漏れてます。美肌になってる。これが変身する。これが高博。高博っすか。いますね。はい。え、誰朝誰。これあなたの番です、見とった。あ、見てない。の刑事朝、朝香光大。朝香光大、朝香光大、朝香光大。まあまあだ、イケメンになる。イケメンなんですか。うん、まあ、なんかすげえ何も言えんな、これ。あなたの番ですね、見とった、この人。どう朝香光大さん。ま、光大か、いいかな。いいかな。はい、じゃあ次はポージモさんですね。宮沢ひよ。そう、宮沢ひよっていう、まあまあイケメンな人。人によってイケメン、イケメン分かれる。その人にめっちゃ言われたんですよ。その人に会社でも言われたし、お母さんにも言われたし、あおりこさんにも言われたし。お母さんに言われたのって相当じゃない。もう近所の人にも言われる。近所の人、本当に言われるんて。マジ激怒。毎回。どんな人なの。ほう、じゃあ早速どういう顔やっていきましょうか。普通にしていい、普通にして。これでキモいな。あー、キモいっすね。福士蒼太。福士蒼太勝ち組じゃないですか。これカメラの位置と髪型じゃね。髪型だから、ほぼ髪型やって。一緒やもん、福士蒼太と見て。ほら、髪型一緒やよ。これ、大丈夫、叩かれる。髪型でしょ。福士蒼太のようですね。しょうがねえな、福士蒼太しか見てなかったようだが、しょうがねえな。なんかめっちゃ気持ち悪くない、この捨てゼリフじゃないけど。もういいね、真顔でいいよ。次、ジミー大西の戻りゲースです。面白い顔しますジミー大西に似たってやられたことある。全くないです。はい、なんか野球選手出てきそう。加藤聖ちゃん。年下加藤選手って子供店長。子供店長やん。セリフはなんか子供店長。まあ僕のキャラならこのぐらいが妥当かな。
次ね、TKB でビデュー様ではなくさんまさんで、さんまっぽい顔してるよ。さんまっぽい顔ってどういう顔？笑っとる顔じゃない？ふわあ、その顔にして、歯出してあ、それ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 、え、なんか、わかるよね。わかるね。なんかめっちゃ面白いすごく面白い。幸せそうな顔するね。やっぱ正真正銘じゃん。あのね、目だね。目と歯、だって一緒よ、見て。目と歯一緒やん。どう、藤原達也。サバサバサバサ。絶対やだ、絶対やらんよ。いや、絶対やらん。いやだ、ね、分かった。じゃあね、まあ、メッセージいるってわけだったんで、今回終わりたいと思います。まあ、楽しんで、また、まあ、皆さんもね、機会があればやりましょう。はい。多分もうこれ数ヶ月後には去っているコンテンツだと思うんで。まあ、そうですね。まあ、今日11月3日ということで。はい。はい。11月3日の流行りでした。バイバイ。バイバイ。